このレシピ、お肉もお野菜もたっぷり入ってて美味しそうじゃない？あっさりめの醤油スープで美味しそうやん。うちとしては大根おろしとポン酢で食べたいな。シンプルで王道のお鍋らしいお鍋って感じがするね。シンプル、王道、それでいいのかな。みんなで食べるお鍋なんだから、もっと記憶に刻み込まれるようなインパクトが欲しいような。インパクトある具材っていうとコロッケとか、ありかもしれないね。おうどんにコロッケ入れて食べる人もいるって聞くし、お鍋にも合うかも。待って待って、コロッケはお鍋の中で溶けてドロドロになっちゃうにゃ。無理してインパクトを求めなくても。はっ、地域によってはお雑煮にお饅頭を入れることもあるらしいし、いっそこむまんは。それやん、ほのかちゃんの家ならではの唯一無二のお鍋になって楽しそうやね。それやんじゃないにゃ。ほのかちゃんものぞみちゃんも冷静